できん。ああ、聞いた。だがそれで。お前に剣を教えた時にも言ったはずだ。我は全く生きる気力のない、切られることを待つだけの者には手を出さぬ。我が剣を抜くのは敵。ケイリュウ、お前の教えを今ここに返す。この時を大事にすることだな。700年前も我らはここで談笑し、競い合い、意気揚々と未来を思い描いた。あの時の数人の姿が未だ目に浮かぶ。まるで夕べ見た夢のように、あの日々がずっと続くと思っていた。先秋人の寿命がごとく長く永遠に。しかし夢はいずれ覚め無双する。懐かしい感覚。まるでお前が王政が撃ってやった武器を手にして、何度も何度も俺を切り裂き貫いた。かつて敵に振りかざされた技が忌まわしい肉体を刻んで、そしてふとある声が聞こえてきた。なぜ陰月とあのような悪行を。分かっていた。だからその眼差しを見た瞬間、俺は問いかけていた。なぜ忌み物だけが幾度も繰り返しやり直せるのだ。そして彼女のような人が死に、燃えて灰になり、忘れ去られねばならない。なぜだ。最後に俺の心臓を貫いた後、お前は奇妙なことに、この短く夢のような死の中で、俺の苦痛は少しだけ和らいだ気がした。杯を交わしていたあの日々のように。